ソビート連邦の国章のリボンの部分には、厚生共和国で使われていた15の言語でこのスローガンが書かれている。バンコクの労働者よ、団結せよ、は、共産主義に関して最も有名なスローガンの一つである。書出は、カール・マルクスとフリードリヒ・エンゲルスの1848年の共産党宣言のプロレタリアアレランダー、ベライニヒとオイヒ、である。 ロンドンハイゲート墓地にあるマルクスの破壊史には、この文言の編集が刻まれている。原文のプロレタリアが、労働者と改変された理由は定かでない。1919年のロシアソビエト連邦社会主義共和国の紙幣このスローガンは、ソビエト連邦の国税であり、ソビエト連邦の国章や、1919年のロシアソビエト連邦社会主義共和国の紙幣。 1921年から1934年のソ連の効果、多くのソ連の新聞などにその文言を見ることができる。また、労働者のストライキや抗議で、この文言を繰り返し唱えることがある。1848年に出版された、最初のスウェーデン語への共産党宣言の翻訳では、翻訳者のペア・ゴトレックはこのスローガンを、ホールキッズ・ RST、グッドス・ RST、 と訳した。後の翻訳では、元の文言に沿った訳文になっている。毛沢東主義者の間では、ウラジービル・レーニンによる編集である、世界の労働者と抑圧された民族と国よ、団結せよ、が時々使われる。このスローガンは、1920年の第2回コミンテルン大会のスローガンで、コミンテルンの反帝国主義、反植民地主義のアジェンダとして示されたものである。 このスローガンは多くの言語に訳されている。すべてのソビエト連邦を構成共和国では国内で使用されている地方の言語に翻訳していた。様々な言語への翻訳例はウィクショナリーで見ることができる。共産主義者は自分の見解や意図を隠すことを恥とする。共産主義者は彼らの目的は既存の全社会組織を暴力的に転覆することによってのみ達成できることを 公然と宣言する。支配階級をして共産主義革命の前に戦慄せしめよ。プロレタリアはこの革命においてテッサの他に失う何者も,もない。彼らの得るものは全世界である。万国の労働者よ、団結せよ。ありがとうございます。